グラーテ・ヘーゼの戦い、EN ・ローレンツ・フラリックが、トール・ランゲが混流した石碑。グラーテ・ヘーゼの戦いとは、1157年10月23日に、バルデマー1世とスベン3世が、デンマークの王位をめぐって戦った内戦。バルデマー1世が勝利し、スベン3世は、逃げようとしたところを殺された。この戦いは、クヌーズ五世、バルデマー一世、 スベン三世のデンマークの王位をめぐる内戦に終わりを告げた。1146年、エーリック三世が退位すると重帝で、エーリック二世の息子スベン三世は自らシェラン島とスコーネの王であると宣言した。しかし、また重帝で、ニルスの孫クヌーズ五世は、ユトランド半島の王となり、クヌーズ五世は1147年と1150年に、シェラン島の征服を試みたが、 いずれも撃退され、軍を再編するために、ドイツへ逃れた。クヌーズ5世は1152年、美貌近郊のグデベックでの戦いにも敗れ、後の神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世に援助を求めた。フリードリヒ1世は、スベン3世とクヌーズ5世の両王に、メルゼブルクで自分と会うように命じた。そこで、フリードリヒ1世は、スベン三世を王として認め、 スベン三世は彼に忠誠を誓ったが、これは皇帝への真珠と同然であった。これにより、デンマークの貴族たちは自国に対するドイツの影響力が高まるのを恐れた。バルデマは、当初自分をシュレースビヒに封じた、スベン三世側に加わったが、クヌーズ五世のイフイモートソフィアと婚約するとそちらに、寝返った。1154年、クヌーズ五世とスベン二世は共に、 微望で開かれた民会で王と認められた。三人は、バルデマー一世がユトランドを、クヌーズ五世がシェランジマとフィン島を、スベン三世がスコーネを統治することで合意した。1157年8月9日、ロスキレで和睦の祝宴を開くことが取り決められたが、サクソグラマティクスによれば、スベン三世は部下に二人の王を殺すように命じていたとされる。 クヌーズ5世は殺されたが、バルデマー1世は負傷したものの大きな食材をいくつか倒し、火事の混乱に乗じてようやくその場を逃れた。彼は、側近、アブサロンと暗闇の中を逃げ、なんとかユトランドまで戻ることができた。スベン3世の裏切りが明らかになると、群衆はバルデマーの旗の下に集まり、彼は軍隊を集結させた。スベン3世は、 じゃあ、さ川口のグレーノーに上陸したが、彼の艦隊は策略によって破壊された。スベン三世がラナースへ向け進軍するとバルデマー一世は、クゼノー川の対岸に撤退して橋を落とした。9月の終わり頃に、バルデマー一世は、自軍の戦力が、スベン三世異軍と戦うに、十分な力をつけた感触を得た。そして10月23日。 両軍はグラーテ・ヘーゼで対戦した。戦闘は短かったが激しいものだった。スベン三世はバルデマー一世の主力部隊を見落とし、彼の軍を避けて進んできたバルデマー一世異軍に突然攻撃された。彼はハーグ湖の外れにある小宅地に足を取られ武器と防具を失った。そして間もなく怒れる農民たちに捕らえられ伝統に従い斧ので殺された。 死後、スワン三世は敗北して、王冠と命の両方を失った場所にちなみ、グラーテというあだ名をつけられた。バルデマー一世は、王位継承争いを最後まで生き残った、唯一の王となった。そして戦争で荒廃したデンマークを再編し、立て直した。また戦場後に、トールランゲが、石の十字架を混流している。デンマークでは、 当時まだ王に権力が集中していなかったため、民意を問う必要があった。ありがとうございます。